セルゲイ・バシリエビチ・サルトゥイコフ伯爵は、ロシア帝国の貴族、宮帝侍従、大抵エカチェリーナ2世の最初の愛人として知られる。エカチェリーナ2世は、自身の階層録において、息子パーベル1世の実の父親がサルトゥイコフである、ことを強く匂わせている。パーベルは、ほぼ確実に、彼女の愛人のことされるが、彼の外見や性格は公式の父である。 ピョートル三世に類似しており、真相は明らかではない。好戦的で、肥満体系だったパーベルと、背が高く顔立ちの整ったセルゲイ・サルトゥイコフとの間には、共通性がほとんどない。ただし、彼女は回想録で、サルトゥイコフの兄弟が、醜悪だったことを指摘している。セルゲイ・サルトゥイコフの出身であるサルトゥイコフ家は、もともと、 ロマノフ家にも匹敵するほどの影響力を持っていた、ボヤールの家柄である。彼は、フィラレートの姉妹であるアナスタシアからだけでなく、女系を通して、竜ク町の様々な血を引いていた。女帝、アンナの母、プラスコビア・サルトゥイコバモコの血縁出身だが、彼女の血縁は、セルゲイの祖父につながっており、彼との直接的な関連はない。セルゲイの妻である、マトリョーナバルクの名は、 彼女の祖母モデスタ・モンスに由来する。なお、モデスタは、ピョートル一世の愛人であるアンナ・モンスや、エカチェリーナ一世の宮廷侍従であるウィレム・モンスの、姉妹である。なお、モデスタは1718年に、ウィレムの宮廷での不祥事をめぐって、公開無知打ち刑に処され、シベリアに追放された。ありがとうございます。